あれ？ん？ハートありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ハートありがとうございます。暑いね。ハトとだるまありがとうございます。暑いね。ごめんなさい。だるまとハートとススキありがとうございます。暑いよ。今日22度だったから薄手の長袖にしたんですけど、暑い。夢は自分が暑がりなことを忘れてた。かわいい、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ハチミツがぶ飲みですか？ハチミツ、確かに。これただの緑茶。だるまありがとうございます。サイリウムもありがとうございます。暑い。今日なんかすごい顔むくんでて、寝る前に春巻き食べたからと寝る前に涙出たからだと思うんですけど、今日めっちゃ顔むくんでる。顔かわいいよ、ありがとう。いいよ今日久しぶりに、なんかなんて言うんだろう、予定を立ててメンバーと遊びに行ったんですけど、その帰りなんか仕事帰りに急遽遊びに行くことって結構あるんですけど、あんまりなんか予定、休みの日に予定立てて遊びに行くことってあんまりなくて、まあバンダイなんですけど、今日はカホと、カホが好きなアニメの、なんかね、アニメのライブビューイングみたいな感じで映画館でやってるんですよ。伝わるかな。なんか映画館でライブビューイングみたいなのがあって、カホが好きなアニメの、それに付き合ってきた。アニメの映画とは違う。なんかね、本当にもうそのままライブビューイングって感じ。なんかアニメだとこうストーリー性があるじゃないですか、けどなんか本当にライブを見るみたいな感じ。
サイリウムありがとうございます。あ、そう、アイナナ、そのアニメ見たことある？ないんですよね。ないのに、なんか 2days あるんですけど、 day 1 と day 2とどっちも見に連れて行かれた。サイリウムありがとうございます。ハートありがとうございます。もうなんか布教めちゃめちゃされるから、推しを作らざるを得なくて、だからあ、じゃあ夢この子を推しにするって言ったら、夢好きになってくれたんだね、ありがとうって言って、じゃあ今度一緒に踊ってみた撮ろうねって言われて、トントン拍子に気がついたら私もアイナナ踊ってました。カホのインスタのリールに載ってるんだけど、誰もありがとうございます。なんかユナコがそのユナコもカホにそのアニメ布教してもら、布教されて、その影響でユナコもそのアニメ好きなんですけど、ユナコに見せたらめっちゃ爆笑してて、夢がアイナナ踊ってるみたいな。でなんか今1日1回定期的に見てくれてるらしい、そのリールお気に入りらしいです、ユナコの。私のアイナナ踊ってみた、ユナコのお気に入りらしい。っていう感じの休日を送っていました。昨日の公演見に行って改めて好きになっちゃいました。あら、どんなところで好きになったかちょっと教えてもらいましょうか。どんなところですか？待って、俺もトントン拍子に磯壁さん推しになりました。皆さん覚えてますか？昨日みんなが夢のことを布教するから夢のメール取り始めてくださった方、なんと私推しになってくださったそうです。素晴らしいね、ありがとうございます。素晴らしいね。展開が早い。本当に。どのドラマよりも展開早いよ。曽我部推し、おい、3をつけなさい。ちゃんでもいいから、くんでもいいから。やばい、次はぜひおしゃべり会も、どんどん、布教してくれてる。ラブレターありがとうございます。あ、みんなアーカイブ見てくださいましたか？私はところどころしかまだ見てないんですけど、ユニット残酷と冷蔵庫と君のニュースとマックスなんか謎チョイスの4曲しか見てないんですけど、みんな見てくれた？夢のお気に入りポイントはなんか残酷、結構歌やばいのに、歌声だいぶやばいのにめっちゃセリフ決めてるところ、さあ剣を持てが、なんか歌声ダメダメなのにセリフめっちゃ完璧なの、面白かったから見てほしい。よかった、地声低くて。声めっちゃ楽しかった。今も楽しかった。ありがとう。でも聞いてください。めっちゃ筋肉痛なんです。なんか公演ってこんなに筋肉痛になるんだね。めっちゃ前ももが痛くて、今日階段つらかった。 T ジョイって階段めっちゃ多いんですけど知ってますか？ T ジョイ階段めっちゃあるんですけど、
超辛かった。もうなんか一段一段壁に越えて、あ待ってカホ、本当に前ももが痛い。入り口がもう書いた。そうなんです、今日ももじゃさんがもじゃさんがいらっしゃいました。お月見団子ありがとうございます。たださ、あそこでもじゃさんお見かけした時ってなんかこうどうすればいいか未だに分からなくて、5年経って。もうろうそくありがとうございます。だいたい私映画館に行く時ってあそこのオープンスタイルのラジオスペース、収録スペース、なんて言うんだっけ、スタジオがあるんですけど、グッドゲームありがとうございます。だいたいもじゃさんそこで公開収録とか生放送されてるんですけど、たまにこう目が合うともじゃさんが気づいてくださるんですけど、あみたいな感じで、こう始まる、あすいませんありがとうございます、ありがとうございます、あこんにちはみたいな感じで会釈するんですけど、すすきありがとうございます。仮にさ、私がこうマスクとかしててさ、もじゃさんが私のこと気づかずに、でも目が合って私の方からあこんにちはってやっても誰みたいな思われたら嫌じゃないですか。てかいつもそそくさと入っていく映画館に。なんかスケッチブック書いていこうかな、これから。もじゃさん俺だよみたいな、もじゃさん俺だレスクレみたいな、みんなのあれ。作っていこうかな。なんか今日さ、今日いつもよりさ離れ目じゃない？やばい、今日離れてる。クマありがとうございます。なんかさ、私年を重ねるごとに目が離れていくんです。え、今5年前こんなに離れてなかったよね。え、結構離れてない？目より離れてる。かわいい、ありがとうございます。いや本当に結婚してありがとうございます。目が近づいたらいいよ。お月見団子ありがとうございます。ハートもありがとうございます。なんかさ、ほら、なんか私離れ目が気になりだしたのが1年ぐらい前で、でなんかお仕事でこうイラストを描いていただく機会があったんですけど、ちょうど離れ目を気にしてる時期で、したらみんな他の子のイラストは普通なんですけど、私だけ見るからに離れ目で、あなんか今やって他人から見てもう離れ目なんだって思って。ハートありがとうございます。そしたらでもそうやって言うと青が必ず、いや青は離れ目の女の子の方が好きだからいい大丈夫だよって言われる。決して別に夢離れ目じゃないよとは言ってくれないの。ありのままの私を肯定してくれる。グッドゲームありがとうございます。可愛いもありがとうございます。慣れてるな。まあいいや。
スーパー行こうと思ったのに忘れちゃった。すすきありがとうございます。初見の方ありがとうございます。すすきありがとうございます。鼻声だな。薬飲んだ。薬飲みました。鼻声だな。なんかもう慣れてきちゃった。この声、もうこの声になってから3日目です。え、鼻声みんな3日続いたことある？今初めて人生で。すぐ声裏返っちゃうんだよね、興奮すると。どうしよう、なんかテンション高くなってきちゃった今。なんか楽しくなってきちゃった。みんな盛り上がってる？って言ったらこの星が増えるって聞いた。みんな盛り上がってる？サイリウムありがとうございます。星上がるかな。ハートありがとうございます。今見てるからね。上がらないよ、上がらないよ。どうやったら上がるの？難しい。やばい、夢さん3日連続で鼻声になったことありますかってみんなに話題振っといてさ、全部無視しちゃった。あ、え、本当に星上がったよ。すごい、みんなが盛り上がってるから盛り上がってる。お星様ありがとうございます。今日ね、姫ずっとどんぐり共和国行きたくて、なんか姫どんぐり共和国のインスタを眺めるのが趣味なんですけど、可愛い新商品を見つけてそれ以来ずっと行きたくて、どんぐり共和国ラブラの今日買ってきたの。見て、千と千尋の起き上がりこぼし、めっちゃ嬉しい。これ絶対欲しかったの。どれが出ても嬉しい。見て、可愛くない？これ本当に欲しくてコンプリートパック買うか悩んだぐらい。でも最初はとりあえず1個買ってみた。愛にあってね、これに似てるって言われるんだって、友達に。だからこれが出たらアイニャにあげようかなって思ってる。あげないけど、これどれが出ても嬉しいから買ってきたの。ちなみに夢に似てるって言われるのはおしら様。おしら様の発音イントネーションわかんなくて、おしら様、おしら様、今度いたら買ってみる。ぜひぜひ。コンプリートパックにすればよかったかな。これ全種類欲しいんですよね夢。え、コンプリートパック買えばよかった。お星様ありがとうございます。白いからそう。レイナに夢はこれって言われる。離れ目だしね。おしら様、おしら様、おしら様、おしら様か。
え、どれで、どれ狙いで行こう。どれ、え、みんなどれがいい？とりあえずみんなどれがいい？おしら様か、顔なしか、大鳥様か、石人か、ボーネズミか、頭 A。 え、どれがいいですか？顔なし？え、すごい顔なし人気。え、今え、どうしよう、どれ狙いでいこう。え、でもどれ見ててもめっちゃ嬉しい、全部欲しかったの。これ絶対買おうって思ってて、バンダイ行ったら。ネズミ？顔なし。あいにゃあいにゃ言うな、頭や。頭 A。 お鳥様、おしら様、おネズミ。え、どうしよう。え、待って、どれ出ても嬉しい。こんなことある？え、こんなにどれ出ても嬉しいことなかなかない。どれにしよう。サイデンマンありがとうございます。大鳥様、今日の曽我様、確かに色ね、色味がね。じゃあ夢はお知らせ様狙いでいきます。やっぱり自分を引き当てたい。開けるね。ハートありがとうございます。これずっと開けるの楽しみにしてたんだ、今日買ってから。開けます。ハートありがとうございます。開けるよ。え、どうやって見せる？ハートありがとうございます。どういう風にいく？こうやってパーにする？それともみんなが先に見る？それともゆうが先に見る？どっちがいい？タコありがとうございます。みんなで一緒に確認するスタイルがいいですか？あ、触って当てる、あり。うん、そうするとみんなが分かんないか。いたよ、見つけた。あ、待って、これ、待って、これ形で結構分かっちゃいそうかも。パッて出す、いくよ。待って、袋あるから袋開けるね。ちょっと待ってね。え、嬉しい、これ本当に欲しかったの。待って、今分かっちゃったかも。あ、分かっちゃったかも。いくよ、せーの。靴下持ってるくらいボーネズミ好き。可愛すぎない？これ起き上がりこぼしなんだよ、ほら。わあ、可愛い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 、ありがとうございます。可愛すぎる。これやっぱりコンプリートパック買えばよかったかな。かわいい。かわいすぎる。嬉しい、よろしくね、これから、今日から。かわいい、愛おしい。見て、どこで売ってますか？どんぐり共和国です。ラブラーバンダイの3階。かわいい。え、どうしよう、全部欲しくなってきちゃう。かわいい。かわいい、ありがとうございます。かわいいな、よろしくね。愛おしい、嬉しい。
でも頭も欲しいな。てか全部欲しいな。ダメだねこれ、一個買うと歯止め効かなくなっちゃう。これトトロシリーズもあったんです。めっちゃ可愛かった。トトロも欲しい。トトロの起き上がりこぼし、みんなも、みんなも行ってみて、どんぐり共和国。コンプの会は全部揃うってこと。そう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 、そっちにすればよかった。まずは1個って思っちゃった。おいくら？これはね880円くらいです。でも結構あのね、重量感とか結構あるし、起き上がり拳ですからね、その分お値段もかかってしょうがないと思います。かわいい。NGT メンバーで出ないかな。確かに何度倒しても880円。確かに叩き売りしてる。すすきありがとうございます。あ、ネズミが一番小さい。そうなんだ、サイズ感。でもね、サンプルね、あった。サンプルも並んでたね。かわいい、本当に嬉しい。姫絶対欲しいと思ってたの、どんぐり共和国行ったら。嬉しい。で、姫さ、ハウルのさ、キャラクターでヒンっていう犬がいて、そのヒンがすごく好きなんですけど、ヒンのね、靴下が新しく入荷されてて、姫ヒンとカルシファーの靴下無条件で全部買い集めてるんですけど、新しいのが出てたの見て、かわいくない？今このキャラクターが大好きで今ジブリの指人形も好きなキャラクターのやつ集めてるんですけど、ヒンの指人形がどこに行ってもいなくて、だからもし売ってたら教えてください。ヒンの指人形買いに行くので、そこまで。かわいい。これ今度の公演で履く。今日の購入品紹介でした。なあ充実したバンダイのお出かけでした。あとね、充電器も買ってきた。充電器と、あ、そう、あと劇場の隣のガチャガチャ屋さん見に行って、したら劇場のモニターで優しさの重さの MV 流れてた。カホが映ってた。トトロもめっちゃ可愛いでしょ。わかる。私完全に千と千尋買いに行く目的で行ったんですけど、ちょっと心揺らいだもん。全部買いたい。ガチャガチャした。なんかね、今回はねカホのお目当てのガチャガチャがあって、それを探しに行ったんですけど、結局なくて、なかったねって言って帰ってきた。まあ、ハートありがとうございます。アンディはね、姿を消していました。なんかさ、すごい優しいつぐちゃんの話なんですけど、なんか私が休養してた時
実家に戻ってたんですけど、その時に私が好きなキャラクターのネズミのアンディっていうキャラクターの、なんて言うんですっけ、なんて言うんだっけ、展示会じゃなくてセレクトショップみたいな、なんて言うんだっけ、ハートありがとうございます、あ、ポップアップ、そうそう、ポップアップショップがビルボでやってて、新潟ので、私ちょうどその時実家にいたから、何もうどう頑張っても買いに来れないみたいなで結構嘆いてたんですけど、そしたらつぐちゃんが、私が買いに行くよみたいな、たまたまそうビルボーにいた時、つぐちゃんがビルボーにいるといた時に、ねえゆめたん、今私ビルボーにいるんだけど、アンディのグッズ買ってくよみたいな言われて、えみたいな、いやいいよ申し訳ないよって断ったんですけど、早く早みたいな、早くどれが欲しいか言ってみたいな、写真付きで送られてきて、優しくない？で、そしたらお願いしたものとお願いしてないものまで買ってきてくれて、かっこいい、優しいよね、イケメン、惚れた、かっこいい、伝えておきます、ありがとうございます、優しいでしょ、断るふりがうまいから昨日さ、なんかニキドラの LINE グループにみゆみゆからなんかサティワン差し入れするからどれがいいか、あ、メニュー決めて教えてって言って、あ、クマありがとうございますそれで夢が送った LINE、 夢、サティワンで一番好きなやつコットンキャンディーなんですけど、なんかやっぱりすぐあこれがいいとか言うの申し訳ないじゃないですか、もうそんなみゆみゆの善意でつけ込んでるみたいで、だからゆめで文面見せたいんだけど、みゆみゆが何のアイスがいいか教えてって LINE 来た瞬間、ゆめすぐ既読つけて、申し訳ないよ、泣き絵文字、汗みたいな、でその直後にコットンキャンディーでって送った、お花ありがとうございます、でもあんまり受けなかった受け狙いで言ってみたんだけど全然受けなかった、 OK のスタンプだけ来た、ちょっと滑っちゃった、普段からそんなボケかましてのかね、嘘でしょ、2期生ってみんなそうだよ、もう笑い取るために生きてる2期生、嘘でしょ、裏ではちゃんと真面目に生活してると思ってた七海とかさあやとかかほとか特にそう笑い取るために生きてる、ねえ咳払い良くないよね、きっとしちゃうけど気をつけよう、マナにさ咳って我慢した方がいいらしいよって言われて、なんか癖になっちゃうからふんって我慢した方がいいらしいよって言われて、この間やってみたんですけど
一回できたの我慢だけどやっぱできなかった。本当にごめん、これ落ちないんだけどサメカツナ、いや本当にそう思った、私も言ってサーヤとナナミとカホってハートありがとうございます。あ、また咳しちゃった。え、待って、マナのね可愛い話思い出したんだけど、あ、止めるのも良くないの？待って、じゃあ私どうやって生きていけばいいの？あ、まあそれでマナの可愛い話思い出したんですけど、昨日冷蔵庫でなんかリハの時に急にはるかが今日の冷蔵庫の中身ゆめたんですって言ってくれて、でそれでゆめたんですになったんですけど、なんかで本番直前にリハ通りでいいよねってなって、あ、じゃあいいよって言って、そしたらゆめたんですって言って、じゃあマナが、そしたらじゃあマナたちそれ冷ややかな目で見てるからよろしくみたいな言われて、なんか決めたんだよみたいな夢がぶりっこしてやって、それをはるかとマナ冷ややかな目で見るからよろしくって言われて、あいよいよオッケーオッケーオッケーみたいな。私もそういう受け狙いっていうかそういうネタだと思ってあいよいよって言ったんですけど、そしたら本番みんな見てくれた、本番さマナがね決めたんですって言ってから、マナが夢お帰りって言ってくれたんです。気づいた？気づいたっていうか、なんかそういう裏話があって。めんどくさいのマナって。それで本番中「え、ちょっともう無視する」って言ったじゃんって思いながら喜んでたんですけど、そしたら冷蔵庫終わった後に「え、ね、マナが言ったの気づいた？」みたいな、すっごい嬉しそうに報告してきて すっごい嬉しそうに「え、マナ言ったの気づいた？」みたいな、「え、マナ本番前は無視するって言ったじゃん、だけどマナお帰りって言ったんだよ、気づいた？」みたいな言われて「え、気づいたよ、ありがとうね」って小学生みたいな、愛おしい、かわいいでしょ。そしたらはるかも合わせて言ってくれて2期の絆を感じました。だるまありがとうございます。あとさ、なんか昨日メールの返信読んでて なんか卒業発表するかと思ったよみたいな、実はするかと思ってたんだよね みたいな人と、いやしないと思ってたよみたいな人が半々ぐらいで、そのすると思ってた派の方が、きびだんごじゃなくてお月見だんごありがとうございます。すると思ってた派の方がなんか自己紹介でやけに2期生が今日全員いるみたいなのを強調してたらしくて っていうのを、まあ私もなんか2期生全員いて嬉しいなと思ってたけど、なんかみんながすごい敏感だったみたいで なんか。カホとナナミカが今日は2期生全員揃ってて嬉しいですって言ってくれたんですけど、そしたらなんかそれをすごい強調するから、あ、今日ゆめちゃんみたいな みたいな言われて、返信でなんでやねん。あ、でもあと面白かったのが、なんか頭3曲でゆめちゃんがすごくなんかうるうるして感極まった顔をしてたから、あ、これは来るなって思ったんだよねみたいな返信でねって書いてあって、その後にその後ろに
でも今考えてみればあれは咳を我慢してただけだったんだねって書いてあってなんか勝手に解決してされてたみたい。わかる、言いたいこと。なんかすごい夢が頭三極でうるうるしてって心配だったけど、いやあれは咳を我慢してただけだったんだっていう、あ、よかったですそれ。なんか落としどころつけてもらってよかったです。面白かった、本当に面白い。面白かった。なあ。今今日30分に終わりますね。ユニットの時に咳出なくてよかったね。そう。昨日思ったんですけど、なんかさ、やっぱアドレナリンなんですかね、なんか曲中絶対咳出ないんですよ。なんか今日めっちゃなんかって言っちゃう、あのリハの時は曲中もすごい咳出てて、いいね、ありがとうございます。だから尊い、ありがとうございます。なんて言うんだろう、曲中にめちゃめちゃ咳出ちゃって、リハの時は。だからこの曲終わりのその、まあ、MC に当たる部分、まあリハでは休憩なんですけど、そこで全然咳込むことはなかったんだけど、なんかこう歌いながら咳が出てくるから、でだけど本番はもう歌ってる時一切咳出なくて、だけどこう止まるとめちゃめちゃ咳込んじゃうから、ちょっとそう吐けたりしてたんですけど、咳込みタイム。ハートありがとうございます。やっぱみんなに咳かけるわけにいかないから、裏で咳込んでたんですけど、すごくない、やっぱアドレナリンなのかな、その曲中に溜まってた咳が MC で出るみたいな。すごくない、びっくりしちゃった。だそう、リハの時、残酷の時も、ん？リハ、残酷のリハの時も咳込んじゃって、だけど残酷だけは絶対に咳込めないんです、ずっとオンマイク乗っちゃうから、こうヘッドセットだから。他の曲はマイク外せば声乗らないけど、ひなちゃんの歌いの時に咳しちゃっても絶対もう入っちゃうじゃないですか。なんかリハの時、咳込む時こうやって咳込んで、またこうやってやってみたいな、マイクの位置変えたりしてたんですけど、そう、本番一回も出なかった、よかった。本当に乗り切れてよかったです。全然違う話するんですけど、しかもこれ本当に落ちないんですけど、いいですか、本当にこれ一言だけ言って終わるんですけど、この話題、本当にどうでもいいんですけど言っていいですか、本当にどうでもいいんですけど、ハートありがとうございます。みんなが思ってるよりどうでもいいと思うんだけど、みんな覚悟して聞いてね。
今日の夜サムギョプサル食べました。はい、美味しかった。あ、広げてくれてる。美味しかった広げてくれた。 1年ぶりに食べたのサムギョ。本当にそれだけ。本当にそれだけ。めっちゃ美味しかった。言っとくとめっちゃ美味しかった。食べに行ったの。そう、食べに行きました。もうこれで終わり。一人ギョプサル、うん、カホギョプサル嬉しいお知らせでよかった。嬉しくも悲しくも何もない、ただの報告。マシギョプサル、足こいの久々な、うん、そんな気がする。今久しぶりにこんなにご飯いっぱい食べられた。今日朝からグラタン食べて、夜サムギョプサル食べた。しかも一人前ちゃんと食べられた。ただの報告が一番やで。ありがとう。美味しかったんだサムギョ。今日最初はハンバーガー食べ、ハンバーガー屋さんに行こうとしてて、カホと。だけどやっぱラーメン食べたくないってなって、あ、じゃあラーメンにしようってなったんですけど、サムギョプサルのお店を、お店が視界に飛び込んできて、やっぱサムギョじゃないってなってサムギョを食べた。よかった食べれて。めっちゃどうでもいいんだけどさ、本当にどうでもいいんだけどちょっと待って、あの、今のより、今よりもっと本当にどうでもいい話していいですか。これよりど、なんかサムギョ食べましたよりどうでもいいんですけど、いや、どうでもいいとか言ったらちょっと失礼なんですけど、いや、どうでもいいとか言ったら失礼なんですけど、結構どうでもいいんですけど、このね、サムギョプサル屋さんの店長さんの肌がめっちゃ綺麗だったなんかこう、内が、内から出る輝きなんかめっちゃ綺麗で、店長さんの肌が、肌ありがとうございますメンズと男性の方だったんですけどめっちゃ肌綺麗で、やっぱ美肌にはサムギョ必要なのかなって思った。めっちゃ肌綺麗だった。え、本当に違うの、なんかもう内側から輝き出てるものがあって、すごかった。
本当にすごかったの。なんか本当にすごかった。なんかさ、並大抵の肌綺麗とかじゃなくて、なんかもうハンみたいな、あのね、見たことないレベルの肌の綺麗さと、なんかついまじまじ見ちゃう。すごかった。なんかもう毛穴が一つもなくて、か輝いてた。もうわっみたいな、すごかった。あの顔にメイクしてみたい。スキンケア何してますかって聞いた。今度聞いてみよう。今度行ったらめっちゃ綺麗だった。信じられないぐらい綺麗だった。羨ましい。それだけです。30分かな今。まあ30分だった。じゃあそろそろ、お星様ありがとうございます。そろそろサムギョプサルの店長さんの肌の美肌で話題で今日は締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ではランキング読ませていただきます。よっ、あよし、では読みます。13位、ごめんなさいたんま。13位、かつとしさんありがとう。12位、はるくーとさんありがとう。11位、てっちーさんありがとう。10位、かんやとさんありがとう。9位、エムデーさんありがとう。8位、チューバーさんありがとう。7位、たむひろさんありがとう。6位、まこちゃさんありがとう。5位、ゆきさんありがとう。4位、よったさんありがとう。3位、てるまえかたぐっちさんありがとう。2位、まみまみさんありがとう。そして1位、ジェラールさんありがとう。ありがとうございました。ご覧くださって。毎日アイドル2日目でした。毎日アイドル今日で終止符を打ちたいと思います。2日。それでは皆様おやすみなさい。今日は早めにお風呂に入ろうかしら。ありがとうございました。それではバイバイ。みんなも早く寝るんだよ。バイバーイ。ありがとう、見てくれて。バイバーイ。